とても美味しい料理でしたね、ホガート。それに素敵なお店でした。神竜様と食べる食事は格別だった。大活躍した甲斐があったってもんだよ。いろいろありましたけど、ホガートの願いを叶えられてよかったです。ああ、俺の願いは食事だけじゃないんだけどね。他にも願い事が？ああ、最初に言っていた恥ずかしい願望ですか？違う。いや、違わなくもないけど、俺のもう一つの願いは、その神竜様とずっと一緒にいることだ。え？俺は軽いって自覚があるけど、これは本気さ。じゃないと食事を褒美に頑張ったりなんてできない。全然気づきませんでした。そんな風に思ってくれていただなんて。言うつもりはなかったんだ。ずっと秘密にしようと思ってたのに。ホガートは随分と秘密主義なんですね。もしかして他にも秘密があるんじゃないですか？私の他にも同じことを言ってたり。ないない、天に誓ってそのような人はいません。本当です。嘘ですよ。少し意地悪してみたくなっただけです。ホガートは軽そうに見えて、実は真面目で一途。そのことは私がよくわかっています。だからあなたにこれを。約束の指輪。神竜様、これは。ずっと一緒にいるというあなたのお願い、これで叶えてあげられます。秘密主義だったのは私も同じ。ホガート、私もあなたと共にいたいと思っていました。本当に？俺すごく嬉しいよ。あなたの本当の姿、これからも私だけに見せてくださいね。うん、神竜様ありがとう。俺は世界一の幸せ者だね。これからは君だけに砂漠より大きな俺の愛を捧ぐよ。